オナイダ軍はアメリカ合衆国ニューヨーク州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は23万4878人であり、2000年の23万5469人から0.3%減少した。軍庁所在地はユーティカ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。名は連邦に属し、 この地域に住んでいるオナイダ族インディアンから取られた。オナイダ軍はユーティカローム大都市圏に属している。1683年にニューヨーク植民地で軍が作られた時、現在のオナイダ軍地域はオールバニー軍に属していた。これは巨大な軍であり、ニューヨーク州北部とバーモント州のすべてを含んでおり、さらに理論的には西の太平洋岸まで広がっていた。 1766年7月3日にカンバーランド軍を分離し、1770年3月16日にグロスター軍を分離したが、どちらも現在はバーモント州に含まれている。1772年3月12日、オールバニ軍の残りが3つに分割され、1つはオールバニ軍の名前で残った。1つは西部に作られたトライアン軍だった。 トライアン軍の東部協会は、現在のスケネクタディ市の西約5マイルにあり、アディロンダック山地の西側とデラウェア川西支流より、西の領域を含んでいた。トライオン軍に指定された地域には、現在のニューヨーク州37軍が入っている。ニューヨーク植民地総督のウィリアム・トライアンにちなんで名付けられた。アメリカ独立戦争中とその後に、トライアン軍のロイヤリストは、 大半がカナダに逃亡した。1784年、アメリカ独立戦争を終わらせた条約締結に続いて、トライアン軍はモンゴメリー軍に改名された。これは独立戦争時の将軍リチャード・モントゴメリーに、ちなむ命名だった。モントゴメリーはカナダで数カ所を占領した後、ケベック市攻略中に戦死した。憎まれたイギリスの総督に代わる命名だった。 1789年、モンゴメリー軍からオンタリオ軍が分離した。この時のオンタリオ軍は現在の領域よりもかなり広かった。現在のアリゲニー軍、カタラウガス軍、シャトークア軍、エリー軍、ジェネシー軍、モンロー軍、ナイアガラ軍、オーリンズ軍、スチューベン軍、ワイオミング軍、イエーツ軍の全体と、スカイラー軍、ウェイン軍の一部が含まれていた。 1791年、モンゴメリー軍から、ハーキマー軍が、タヨガ軍と、オチゴ軍と共に分離した。1794年、ハーキマー軍から、オノンダガ軍が分離して設立された。このオノンダガ軍でもまだ広く、現在のカユガ軍、コートランド軍及び、オスウェゴ軍の一部が含まれていた。1798年、オナイガ軍が、ハーキマー軍から分離して設立された。 当時は、現在のジェファーソン軍、ルイス軍及び、オスウェゴ軍の一部が含まれていた。1805年、オナイダ軍から、ジェファーソン軍とルイス軍が分離して設立された。1816年、オナイダ軍とオノンダが軍の一部を合わせて、オスウェゴ軍が作られた。1848年、ジョン・ハンフリーノイズが、オナイダの近くに、宗教的ユートピア社会であるオナイダコミュニティを、 設立した。伝統にとらわれない宗教観とその両性観の関係が大きな議論を呼んだ。このコミュニティは1881年まで続いた。オナイダ軍庁舎オナイダ軍はニューヨーク州中央部にあり、シラキュース市の東、オールバニ市の西に位置している。オナイダ湖が軍北西宮にあり、アディロンダック公園が北東にある。タグヒル第一の一部が 軍北部に入っている。軍内最高地点はこの大地やアディロンダック公園にはなく最南部にあるタッセルヒルである。ハードスクラブル道路のやや南東にあり、ウォータービルとカスビル両村の間にある。エリー運河が軍内を横切っている。オナイダ湖とオナイダクリークが西側境界の一部になっている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 軍域全面積は1257平方マイルで、あり、このうち陸地1213平方マイル、水域は44平方マイルで、水域率は3.53%である。野生のオジロジカの間に、慢性症を猛病の症例があることで知られる、州内唯一の軍である。オナイダ軍の以前の主要産品は人気であり、主にシェリルにあるオナイダリミテッドの本社で作られていた。 2005年1月、この会社が製造を中止し、工場を閉鎖し、資産を売却した。現在軍内で非政府、非健康医療製品での最大産業はギャンブルである。ターニングストーンカジノリゾートは、ニューヨーク州のうないだ族インディアンの事業であり、軍内最大の民間雇用種である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 同じだ軍は1962年まで監督管理事会が統治していた。この時、軍検証が変更され、軍執行官1人と29議席の議会による体制になった。軍執行官は軍全体から選出される。29人の議員は小選挙区から選出されている。現有議席は共和党16、民主党13である。 同じダ軍は、州や国の選挙では、共和党を支持する傾向にある。2008年アメリカ合衆国大統領選挙では、共和党のジョン・マケインが民主党のバラク・オバマを制したが、9万票の投票総数のうちその差は6000票だった。軍内のほとんどの市長を制したが、ユーティカ市とカークランド町は取れなかった。ホワイツビルの商店街、ありがとうございます。